G さんの格言。夜景を撮るならマジックアワーの時間帯に撮るべし。マジックアワーとは、太陽が沈む直前から空の青みがね、なくなってしまうまでの時間帯を言います。その時間帯は数十分ぐらいしかありません。その間に写真の夜景を撮るということなんですね。こうそう言ってもね、どういうことかよくわからないという人のためにちょっとサンプルをね、撮ってきました。これをご覧ください。どうぞ。これは長崎のね、夜景を撮ったものです。こういうふうにね、空にまだ青みが残ってますよね。空が青みが残っているこの時間帯のことをマジックアワーというんですね。で、山の方は稜線がきれいに見えてますよね。このぐらいの時間帯のことを言うんですね。では次の写真を見てください。はい、これは福岡市の夜景を撮ったものですが、もう完全に太陽が沈んでしまってね、空の青みがないです。まあ若干ね、町の方のね、紅葉が多いところは少し青みが残ってますけども、他のところはもう完全に消えてしまってます。黒いですよね。やっぱり夜景は美しい写真を撮りたいということでね、次の写真見てもらいましょう。はい、ドン。はい、同じところから撮った写真です。まだ空の青みが残っております。こうなるとね、綺麗なね、色合いもいいしね、街の建物のね、形態もよくわかりますよね。形状がね、こういうふうにね、マジックアワーの時間帯にね、夜景は撮った方が美しいですね。では次の写真、はい、ドン。はい、これはちょっとズームでね、大きくしたものですが、これもマジックアワーの時間帯に撮っております。やっぱりね、空の青みが残っている時間帯に撮ると、こういうふうに美しい写真が撮れるわけです。はい、いかがでしたでしょうか。これがね、マジックアワーの時間帯に撮るとね、こんな美しい写真が撮れるというね、ことでございます。はい、これが今日の G さんの格言であります。ダー